オンコリスバイオファーマ株式会社は、ウイルス学を技術基盤とした、日本の岡山大学発の創薬バイオベンチャーである。創設は2004年5月18日で、創設者は、京都薬科大学修士卒で、小野薬品工業そして日本タバコ産業に勤務した、浦田康夫と、岡山大学教授の藤原敏義である。2013年12月6日、東証マザーズに上場した。 現在の代表取締役社長も、浦田康夫。本社は、東京都港区虎ノ門にある。がんや、重症感染症の患者の救済、未来のがん治療にパワーを与えよう、がんを切らずに治すを標榜している。主な開発中薬剤に、テロメライシンを中心とする複数の治療薬がある。テロメライシンは、台湾のメディジェント、共同で、研究開発、製造している。 主要妖怪ウイルス療法で現在最先端のラインは大通商試験実施中の段階。また、販売中の検査薬に見えない癌を可視化するというコンセプトのウイルス、検査薬テイ路メスキャンがある。社内では、創薬プラン開発を行い、一歩製造、非臨床試験及び臨床試験はアウトソーシングするファブレス経営を採用して経費と期間を短縮している。 開発データに基づく薬剤候補の開発、製造、販売権が当社の商品である。中外製薬、トランスポゾンセラピューティックス、インク等に導出が進んでいる。主力のがんを切らずに治すテロメライシンの技術をベースにオリジナルな OBP-301 からがん殺傷力を高めた第二世代テロメライシン。 OBP-700 に及び感染力を高めた OBP-405 へ。そして第三世代は上脈に注入して、全身の癌の治療を一遍に可能とするスーパーテロメライジン OBP-170 へと、次第に威力、影響力の強い商品になるよう、シリーズで企画、開発している。これらはフェーズ差を持ちながらも、並行して進捗させている。一方、 これもテロメライシンをベースにして、蛍光機能を付加した、見えない癌を可視化する、テロメスキャンは、OBP-401 から OBP-1101 に強化され、検査薬として販売され売り上げに寄与し始めている。さらに、患部を可視化しながらの診断や治療への応用も、研究されている。その他、OBP-405、OBP-170? OBP-601、OBP AI-004、OBP-301 OB の開発、製造、販売権は、まず2016年11月30日、中国、香港及びマカオに関して、ハンルイ、ハンラウェイ、ジョングスハンラウェイメディシン CO、リミテッドへの導出と、ハンルイからの契約一時金受領の契約を締結した。 さらに2017年12月15日、半類からの第一回マイルストーンの受領に成功と発表した。2019年4月8日、中外製薬への日本国内の開発、製造、販売権同室と中外製薬からの契約一時金受領に成功した。同日全世界の開発、製造、販売権の独占的オプション権もオンコリスバイオファーマから。 中外製薬に付与した。中外製薬は本独占的オプション券を行使した場合、オンコリスに支払う総額は500億円以上で、それと別に販売ロイヤリティを支払うことが記載されている。中外製薬はロシュグループであり、本オプション券の行使が待望されている。2019年12月13日には、現在進行中の OBP-301 の 臨床試験で事前設定基準を満たし、マイルストーンを達成したとして、中外製薬から契約に基づき、第1回マイルストーンとして5億円を受領することになったことが発表され、順調に進捗している。上司までのスピードアップとして、テロメライシンは、厚生労働省の先駆け審査指定制度の対象品目への指定に応募し、2019年4月8日、指定を得た。 して理由は、募集要件を以下の通り満たしたため、一正常細胞では増殖せず、癌細胞を破壊する。活気性が高い。二従来の食道癌の放射線単独療法の治療効果は不十分。三本剤は国内での二つの臨床試験が実施され、高い有効性を示唆。四本剤は国内外で臨床試験を実施中で世界に先駆けて、 日本で承認申請予定先駆け審査指定対象品目に選ばれたので医薬品の審査は通常12ヶ月目標のところ医薬品医療機器総合機構が行う事前評価の活用で6ヶ月目標に短縮されるテロメライシンの日本国内同室に伴い本指定を受けた申請者はオンコリスバイオファーマから中外製薬になった誤解されがちであるが 制度として先駆け審査指定が受けられても、第3小試験が不要になるわけではない。場合によっては第3小試験の結果の、承認申請後の提出を認めるとなっている。これでも、通常は第3小試験が終わるまで、承認申請できずに待つ期間が、オーバーラップによって節約できることがある。社長コラムに、がんを切らずに済ますとして記されている。 当社のテロメライシンは、まず食道んを狙い、初期の状態であれば、侵襲性のない放射線治療と組み合わせることにより、切らずに食道んを根治できる可能性が出てきました。では、この先の治療はどうなるのでしょうか。私が考えるには、癌が癌でなくなればいいのではないかということです。新しい遺伝子編集の技術を使ったり、新しいメカニズムによって、癌細胞から、 癌の性質をとことんなくしてしまえば、癌は体の中で炭鉱部のようなものになってしまいます。それが神経を圧迫していたり、臓器機能を阻害していなければ、炭鉱部のまま放っておけばいいわけです。当社は、今何人かの研究者と、癌を切らずに済ますコンセプトを実現できるかどうかを模索しています。浦田康夫社長、社長コラム第61回、癌を切らずに済ます。 ありがとうございます。